可能性あるということでよろしいですね。菅総理大臣。先ほど来の議論のように、今回の震災対策に関しては、この今の予算が今日成立をさせていただいた後に、間を置かず、補正予算を組む必要がある、4月中には補正予算を組む必要があると考えておりまして、その財源として何を振り向けていくか、野党の皆さんの議論も十分伺いながら、検討してまいりたいと、こう考えております。福島みずほ君。総理のメッセージを出してくださいよ。不要不急なものは削る、どうですか。菅総理大臣。やはり、震災が優先度ある意味で極めて高いものであるということはその通りだと思っております。それぞれ、この間提案していたものは他党の皆さんにも申し上げましたが、マニフェストについても我が党としてはそれぞれ意味を持った政策ということでこの間提案をしてきております。ですからそれが単に無駄だからというふうに言われますと多少議論が残るわけですけれども、優先度の中でしっかりと考えてまいりたいと思っております。福島みずほ君。優先度の問題として言っています。法人税率を下げず震災対策に回すべきだと考えますがいかがですか。菅総理大臣。これも先ほど申し上げましたように、私たちが法人税減税を提案をいたしたのは決して大企業を応援しようということではなくて、雇用を維持する、海外への移転をできるだけ抑えるという目的で提案をしてまいりました。しかしこれもまさに未曾有の大震災に対する対応として、どういう財源がより優先するか、この中でしっかりと検討してまいりたいと思っております。福島みずほ君。いや、予算関連法案の中に入ってるからなんですよ。総理、3月11日前と後で政治は変わりました。法人税率を下げずに震災対策に当ててください。菅総理大臣。それも一つの大きな選択肢だと思っております。福島みずほ君。法人税下げないということでよろしいですね。菅総理大臣。それも一つの選択肢だと考えております。福島みずほ君。総理、早くメッセージを国民に対して出してくださいよ。ご質疑は。総理、菅総理大臣。これから実際に補正予算あるいは被災者支援から復興へと議論が移っていくと思います。私もこの間他のこともやりながら、それに向けていろんな人の意見を聞いたり私なりに考えております。ただ先ほど申し上げましたように、この問題を進めるにはまずは現在の予算が成立した後間を置かないで、与野党の議論が必要だと思っておりますので、今いろいろご指摘いただいたことについては十分考えますけれども、私一人がこうしたい、ああしたいということで決めるわけではありませんので、そういうことを申し上げているところで、私としても先ほど片山委員にも申し上げましたように、例えばクリーンエネルギーのですね、大きなエコタウンを作っていくとか、いろんなことはありますけれども、そういうことも含めて、与野党の議論、あるいは有識者の議論、しっかりと受け止めてまいりたいと思っております。福島みずほ君。総理の考えを聞いてるんです。法人税率を下げることを見送る可能性もあるということでよろしいですね。菅総理大臣。あらゆる選択肢ということの中にはそれも入っております。福島みずほ君。はい、原発震災についてお聞きをします。官房長官がずっと記者会見でコントロール下にありますとおっしゃってきました。コントロール下になんかなかったんです。コントロールできないものをどうコントロールするかという問題であった。国民に間違ったメッセージを与えてきたのではないですか。総理に聞きます。まず枝野官房長官。私の会見等で申し上げている内容が、
十分にその真意が伝わってない部分があるとすれば、それはさらに努力をしていかなければいけないだろうというふうに思っております。そうした意味では、原子力発電所の状況についてですね、例えばですね、こういったものについて、例えば再臨会のようなことになってしまったら、本当に大変大きな被害になります。そうしたことを防ぐためにですね、この間、冷却について、なんとか水を入れて冷却ができる状況を維持することができてまいりました。そうしたことの意味で、再臨会等の大きな被害にならないような状況を維持し続けることができているということの意味で、の文脈でですね、コントロール下にあるというような言葉を使ったことがあろうかというふうに思いますが、逆に多分、例えば放射性物質を含んだ水が大量に出てきているというようなことの点をコントロールできていないかではないかというご指摘を受ければ、確かにその通りだというふうに思っておりますが、今申し上げたような意味で、コントロール下にあるということを申し上げまして、今後とも誤解を招かないような表現、言葉の使い方、説明にさらに努力をしてまいりたいというふうに思っております。福島瑞穂君。福島瑞穂君、はい。冒頭からコントロール下にありますとおっしゃってきたんですよ。しかし初めから今までコントロール下にありません。今放射性廃棄物がどんどんベントという形、あるいは、水という形で出続けて、格納容器が一部壊れているということでよろしいですね、官房長官。枝野官房長官。繰り返し申し上げますが、